こんにちは。仙台市長の奥山恵美子でございます。仙台は東日本大震災からの復興を目指して、今さまざまなプロジェクトを行っています。仙台には東北大学をはじめたくさんの大学があり、多くの優秀な人材の方々がおられます。そしてまたさまざまな都市産業もあります。これからの仙台で行われる1兆円を超すさまざまな復興事業に向けて、多くの皆さんが仙台に投資をしてくださることを願っております。どうぞ仙台の地でその力を発揮してください。お願いいたします。